分かった気になれ。狩野鳳凱が西洋の顔料絵の具を使って描いたとされる作品は肥後観音像と仁王即帰図が挙げられます。この2点の作品は鳳凱の晩年の作品でフェノロサと知り合い、そこで使うこととなります。フェノロサは西洋の絵の具のことをボストンの絵画学校で学び、日本絵画の色彩の材料について種類の少なさや混合技法の制約による中間色の少なさを欠点としていることから、鳳凱にも西洋の絵の具を勧めています。現在では色を混ぜるとどのような色にも作ることができますが、当時の材料は岩石、土、植物、貝殻などの異なる天然資源を加工生成したものが多く、絵描きの画家はそれぞれの材料が持っている性質に合わせて調合する必要がありました。また混色に対しては材料の性質の制約が多く、どれでも組み合わせて中間色を作るということができなかったのです。